ジオフリービルドのフランクだ。みんなの隣人、みんなの町、取り戻そう、永遠に。それではまた。フランク、話そう。なあ、最初からすまなかった。ぜひあの過ちを正したい。飲んでくれな、俺のために。こんなことしてる時間はないんだ。どうにかして妹を。いいから聞け。わざ例の GRE の場所にアクセスしたかったの、わかるか。だから浪人が必要なんだ。やつはコレスタルを山ほど出すつもりだぞ。それにブースターもな。聞く気になったか、今のは。そう、レネゲイドだ。だがどうやって。以前テレビ局は軍の支配下にあった。単なる放送局以上のことをしてたんだ。盗聴もな、それができるようになった。ワルツはお前が追ってるのと同じデータベースを探してるようだ。だが監視塔は化学物質まみれだぞ。その GRE のゴミがどう役立つのか知らんが、ワルツには考えがあるらしい。データベースにアクセスできるのは監視塔だけじゃないのかもな。会話はこれで全部か。今のところな。だが奴らの周波数に侵入できればワルツの計画についてもっと情報を集められる。どうやる。さっきの会話は鳩場にある古い軍のアンテナ付近で傍受された。マーシュエンドレーンのすぐ南だ。そのアンテナを起動できれば信号を増幅して奴らの会話を全て聞ける。一言漏らさずな。ワルツの企みが正確にわかる。奴を見つける方が早い。流行る気持ちはわかる。時間を無駄にしたくない気持ちもな。だが慎重にいかんと。いいか、ワルツが電力を復帰させた途端、レネゲイドがセントラルループになだれ込んだ。何かが起きてる。奴と対決する前にできるだけ多くの情報を集めるんだ。レネゲードをセントラルループに侵入させたのはワルツだと思うか。大佐なら拠点を定めて居座り続けたりはさせなかった。だが最近の野蛮人どもは、たくまあ、何かが変わったに違いない。 PK の一人からワルツが X-13 とかいうのを追ってると聞いた。知らんな。アンテナについて教えてくれ。町全体をカバーできるよう特に高い建物に設置してある。アクセスはかなり厄介だが、レネゲイドの拠点に一番近いやつだけでいい。信号が強まれば奴らの会話を聞き放題だ。ついてるぞ。食堂から一番近いアンテナがそれでな。見つけるのは苦労しない。他に何かあるか。もう一つある。あのポスターを見ろ。ナイトランナーはあの信念を守り生きてきた。あの紙切れのように俺たちは引き裂かれたが、その信念にはまだ意味がある。電波を拡大してくれればかつて仲間だったナイトランナーに連絡できる。まだ何人かは生きてるはずだ。なるほど。あんたにとっちゃでかいことだな。俺だけじゃない、ここの全員にとってだ。だが一つ欠けてる。このポスターを今まで捨てなかったわけはラワンだ。初めて見た時ラワンはまだ8歳か9歳くらいだった。ボロボロでな、丸1年食ってないように見えた。それなのにひったくりにあった子供たちを助けようとしてた。ナイフを向け、体格も力も倍以上ある男にラワンは飛びかかった。そして手に噛みついた。オールドビレドまで届きそうな叫び声が上がったよ。ラワンは子供たちにクリスタルを返してやり立ち去った。彼女には何の得もなかった。危険を犯す理由も。それを見て思った。俺たちが忘れてるのはこれだって。人間は選べるんだ。個々に争って自分自身のためだけに生きるか、それとも何を置いても互いのために立ち上がるか。そしてこの信念を書き留めた小さな女の子の行動が
その後のナイトランナーの指針になったんだ。俺たちが生まれ変わるなら彼女の存在は欠かせない。なぜラワンが必要なんだ。なあ、彼女はタフだ。タフすぎるかもな。俺が鍛え傷を治した。だが一番大きな傷が癒えてない。復讐だ。自分の周りに分厚い壁を築いてる。怒りを捨てられないんだ。このままじゃ怒りに潰されちまう。分かってるよ。酔っ払いが言うなって話だろ。俺は判断する立場にない。どうも。ラワンは殺したいやつリストで頭がいっぱいだ。そんなもん投げ捨てちまわんと。復讐に殺されることになる。俺より自制が効くといいが。ラワンの敵は誰だ。数えきれんよ。だがトップにいるのはサタンそのものだ。ホーコンか。知ってるのか。会ったことはある。全てはテレビ局の任務が掘ったんだ。ホーコンは鼻から反対してた。キリアンを味方につけてな。自殺行為だと責めた。だが真実は違う。単なるクソ臆病者だったんだ。それまで俺はあいつに一目置いてた。リーダーの器があった。なのに背を向けやがった。ポスターを真っ二つに引き裂いて逃げ出し、ナイトランナーそのものを引き裂いた。腰抜けだよ。ラワンの足元にも及ばん。へえ、ほらまたイライラしてきた。集中しないとな。ホーコンはルーカスを殺した。そんな玉なしか。そうだ、あいつは玉なし。ホーコンはワルツの飼い犬さ。お手にお座り、噛み殺せ。何でも聞く。ああ、去勢された犬はさらにもっと忠実になる。その通り。分かった、すぐに向かう。頼むぞ。無線は開けとく。お前はラワンに似てるよ。殺したいやつリストなんかに夢中になる前のな。レネゲイドの会話からワルツの企みを突き止めてやる。必ずな。フランク、ああ、かなり上にあるぞ。だろ。 GRE がそんなとこに設置したのには訳がある。悪党を近寄らせないためだ。だがエイデン、お前なら楽勝だろ。
フランク、アンテナを起動した。よし、クソ野郎どもの話を聞いてみよう。奴らを忘れた日が十分ね。ウォルツは、会いに行くぞ。奴らが動く。ワルツと会うようだな、東か。セントポール通りとピート通りの交差点、そこのマンションに別のアンテナがある。幹線水路の入り口のすぐそばだ。そいつを動かせば追跡できる。わかった。あるいは水門を閉じて地下の化学物質を溢れさせる気かもな。だがそれじゃあ奴の拠点まで破壊されちまう。撤退する意味がない。電波を拡大して詳しく調べよう。
フランク、二つ目のアンテナを起動した。屋上にレネゲードがいたよ。レネゲードといえば何か話してるぞ。キャリソン通りの古いオフィスだ。そこでワルツから指示がある。例の浪人については特にない。なんかデータベースにアクセスするための協力者が見つかった。浪人について何か新しいことが分かったらすぐに知らせるんだ。調査を続けろ。以上。奴らのところに行かないと。聞いただろう、エイデン。ワルツがお前を探してる。奴がデータベースにアクセスする手段を得たんだぞ。お前じゃかなわん。ひとひねりでやられちまうぞ。真実を突き止める方法が他にないならそれでもいい。強情なガキめ、まるでラワンだ。また連絡する。ワルツの言った通りだ。こいつら盗聴してやがった。まずはこいつ、それからオールドビレ堂の元 GRE を捕まえるとするか。そしたらボスは大喜びだ。ワルツはどこだ。ワルツだ。お前なんざ俺たちだけで十分だ。おいおい、フランクのじいさんよ、うぶすぎだぜ。英雄気取りか。喋りすぎなんだよ。やれ。ちゃんとマーウェイとお別れ会はできたのか。俺が植えた。お前が植えた。終わらせてやる。
イデン、エイデン、大丈夫か。ああそうだ、ワルツはいなかった。それから奴らは途中に気づいてる。知ってる。知ってたのか。ある人物から警告があってな。だが遅すぎた。本当に大丈夫か。ああ急に転換が始まっただけだ。オールドビルドに元 GRE の職員がいるらしい。ワルツはそいつを探してる。オールドビレドーの元 GRE 調べてみよう。誰があんたに知らせた。聞いて驚くな。ホーコンだった。お前に会いたがってる。町を出たと思ってた。ピンピンしてるよ。セントポール島の教会でお前を待ってる。あいつならワルツの情報を握ってるし、クソ、ラワンについても何か知ってるかもな。何かってなんだ。ホーコンの手がかりを見つけたんだろう。今度こそ仕留める気だ。となるとラバン自身の身が危ない。ナイトランナーを真の英雄たらしめるものとは何だと思う。インヒビターじゃない。あれで得られる力やスピードでもな。ナイトランナーに必要なのはバランスを保つこと、自制心だ。だからラワンはナイトランナーになれなかった。若すぎたからじゃない。彼女は誰よりも機敏で勇敢だった。だがバランスを保てなかったんだ。自制心そりゃすごい。笑うな。インヒビターはあくまで道具に過ぎない。俺たちは身体能力だけじゃなく精神と感情の強さも重んじた。バランスだ。肉体的強さも重要だが、人間の価値はその力を使い何をするかによって決まる。だからホーコンの裏切りには深く傷ついた。ラワンのことをなぜそう思う。そもそもラワンがあいつを追ってる。だがことはそれほど単純な話じゃ済まない。過去にもラワンは消えたことがある。あの野郎に捨てられた時だ。このまま応答しないようならいよいよ方向絡みの何かが起こりやしないかと心配でな。方向に会うよ。ラワンに何があったか調べてくれ。とにかく敵もあんたの話を聞いてることを忘れるな。わかった。気をつけろよ。方向は食えない男だ。俺はフィッシュアイに戻る。幸運を。